何この同じことずっと繰り返してる何これみたいな。3勝3敗とかそういう成績とかだけ見てて余裕だろうと思ってます。 絶対そんなことないです。このニュールールはどっちの方にアドバンテージが転ぶっていう。この変更は格闘キャストよ用語らしんです。今日は中村リーアン選手と将来戦の将来敗を決したいと思います。よろしくお願いします。久しぶりです。お願いします。す言いたいんですけど、先週でしたっけグラディエーターチャレンジーーングラディエーターはい、10日前ぐらい。1日前ぐらいです。はい、<laughs> そろそろ僕の顔飽きてきてる毎。毎回リーアンさんに依頼してるっていうことですえええ、もうありがとうございます。 まッサのよね。いい <laughs> っいうことで、メインイベントを最後にして、ちょっと、下から上がっていく形でいいですか。はい、はい。予想とか。予想の順序とか。はい、はい。じゃあ、まず最初に、怪物くん、わさわさヤーマンから、始めたいと思うんですけど。はい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 、これも対戦だと思いますか。はい、かすっごい、やっぱ、キックボクサー多いですね、今回。出身。 ボクシング確かにそう言われるとその2人もそうだもんなヤマン対怪物くん難しいけど、はい、怪物くんがやっぱディフェンスめちゃくちゃうまいし、うん、頭もいいと思うんでヤマンの根性っていうのがなんか通用しなさそうだなと思うんですよねちょっとやっぱ蹴りもガンガンうまいんで、はい、重いですねあまその距離に 入れずあでもそうですねエアーマン選手もトライブでガンガン積んでますもんね練習はいはいもうあそこの練習ほんときついですからトライブ、M、MA ですはい木曜日のプロレンとかああ、はい、んできついか聞きたいですね今は分かんないですけど僕が言ってた時2分でガン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 回すんですようん、うん、であそこってすっごい強い人が揃ってて青木さん和田辰光さん上久保さんとか、はいはい、あのスペースで大勢でやるんで 距離がめっちゃ近いんで、はい、もう打撃も何もないんですぐ組みつかれるんですよ。で、そこで2分なんでペースが速くて、ガン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 揉んではい次みたいな10秒20秒ぐらいのチェンジでまた次のすぐ強い人がやっとやってみたいなのをずっと繰り返すんで、はい、あそこで揉まれてこう、あーってやっていくうちに結構 ディフェンスの対処っていうのは体が覚えてくれそうな感じはありますねじゃあグラップリングメインで結構な,、はい、なっちゃうっていうそうですね <Okay. S 2> スタンドでは怪物くんが距離をコントロールしそうだなっていう、はい、うまく、うん、っていうのでで組んだ時はでも向こうもやっぱ盆栽のアドバイスと技術がありますんで,です、ねはい、うんやっぱ固くいくなら 怪物くんかなっていう気はしますねちょっと怪物くに有利っていう感じですか、はい、それとも結構自信持って怪物ああ結構じゃないですか、ね、あそうですかはいで山の勝つパターンとしてはやっぱりどうにかタックルを取らないといけないけども取れたとしてもはい何か何もできなさそう、ね、そうですねそうですね上でのゲームメイクできるっていうぐらいまでまだなってないのかなっていう気はします、うんうん だったらこう下からの立ち上がりのムーブとかやっぱ一流のアドバイス持ってるんでそれで立って仕切り直してっていう仮にヤーマンが上取っても何も来らずスタンドに戻れ戻りそうだなっていう。 そうですね。いい印象でコーナー集めてレンダーとかの印象。それはできなさそうですね。なんかそうですよね。相性がめっちゃヤーマンにとっては良くないのかなっていう。もはい、僕も思います。これオッズも出てるんですけど、結構1.7、はい、怪物くん。ではい、ヤーマンが1.9だから若干怪物くん有利っていう感じなんですよね。<ー>でも同じです。怪物くん結構有利って。 そうですよ、ね。っていうか、ヤーマンの勝つパターンがあまり想像できないって言うと悪いんですけど、なんかそんな感じがします。はい、はい。はい、<laughs> なんかこう、そうですね。根性はやっぱすごいし、はい、そこで飲み込んできた選手たちもすごいけど、ちょっとやっぱ MMA っていう距離になると、はいはあ、やっぱ頭いい人とやるんで、今回。はいはい ちょっといなされちゃうんじゃないかなっていう気はしますね。うん、じゃあ、怪物くんっていう予想で。そこを超えて一発ぶち込んだら <laughs> 熱いっすね。でも、怪物くん、キックの歴史長くて、今30戦40戦ぐらいやってると思うんだけど、はい、ダウンされたところ見たことない。もらわないっすよね。あと、ガード結構高くて、はい、でもボディが開くって考えるんだけど、腹もめっちゃ強いんですよね。<laughs> なんか、ワンチャンピオンチップで、この、ミドルが超強いタイ人と一回やったんですよはい。はい、ここ真っ赤で、はい。でも倒れなかった。ああ<ー>。タイ人の蹴りガンガン。ガンガン、もらってて、はい、<laughs> いやー、そうですね。それ聞いちゃうと、やっぱそうですね。怪物君有利っていうことで。結局、いやまあ、もう下から散らしても、多分散らないってことっすもんね。はい。そう、そうです、ね。意識が。はい。 あってならない。ならないから。難しいっすね。難しいですね。うん。ということで。ちなみに話超飛ぶんですけれども。ライズンコンフェションズは見てますかコンフェッション。はい。あ、はい。うーん。飛ばし飛ばしだったり。これ、ヤーマンと怪物君のところは。あ、見てないっす。やってましたか大丈夫でした。やあ、もう出てるっすかあ、出てますね。はいはい。わかりました。ありがとうございます。あ、待って。 ヤーマンのやつだけ見たかもしれないっす。ああ。あれキャバ嬢。そうそうそう。あ、僕それは、京次さんがツイート X で、おもしれって言って、え、なんだろうと思って見たら。あ、そこだけ見たんですよ。ヤーマンの心のこと言ってんのかないそれ、あ、じゃあ見たんですね。見ました。これはぜひ、あの、りンやさんの意見聞きたいと思いますが、あんまりキャバクラは行かないですよね。行かないです。全然行かない。はい。 全然いかないですかああまあその食事のあとき合いではい、はい、楽しいですかいやいやでもこれスポンサーさんのあるあるんであれですけどでも全然好きじゃないですか、はい、あ好きじゃない毎回なんかお新しい女の子来て何やってるんですか、はい はい、ああ、こう、こう、こういうこと、えー、すごいですね。うん、えそうなんですよ。で、また、なんか、人変わって、また、何やって。はいはい、何、この同じこと、ずっと繰り返してる。て <laughs> 何、これ、みたいな。だから面接されてるっていう感じですよね。わ <laughs> かります。浅い面接をずっとやってる。<laughs> はい、えー、じゃ、や、あの、やまのあれ、見て、なんか、はい、まあ、面白いっていう感じで終わりました。<laughs> そうですね。いや、まっすぐだなって思いました。試合も、プライベートも。<laughs> 直球で行くんだな、やっぱ、みたいな。そうあれネタとしてやってるって信じたいんですけど。はい。多分、ね。<laughs> <laughs> ちょっと <laughs> 本当ですよね。はい。はい。ああ、ごめんなさい。話超飛んだんですけども。<laughs> あのー、ちなみにこの、ビーベットのオッズなんですけど、先ほど、あのー、はい、メンションしたオッズ。皆さんもぜひ興味あったら概要欄からチェックしてください。超ライズに向けて特別キャンペーンをやってますので。はい。チェックアウ次の試合、レーナーバーサーズケイト。 これ、みんなに、あの、聞いてる質問なんですけども、あの、勝敗やすりしてくれてる MMA ファイターに聞いてるんですけど、顔だけ、タイプどっちですかえー、系統ロータそうですね。いないなって答えた人一人もいない。一人もいない。悲しくなりました。まあ、でも全然、まあ、そうですよね。レーナさんも、はい、綺麗だと思いますけど。顔のタイプとかいないですよね。ありますかタイプないかもしれない。全然、タイプとか全体的に。 この女優が好きとか、はい、今まで本当なくて、はいはい、そうですねだからなんか誰もいないっていうのが恥ずかしくてずっと小学校の時は聞かれた時より上戸彩っていうのを用意して持ってたんですけどただ本当そうですねタイプこの系統がとか特にないですねこれ聞くとあれなんですけどあいるんですねなるほど。はい わかりました。<laughs> すいません、質問。質問ます、ね。ません、全部終わります。<laughs> でも、たまになんか、格闘家って、まあ、女好きとかい,いっぱいいるんですけど、はい、逆に全く興味ない人もいるじゃないですか。はい。はい。でも、全くないわけではないですね。はい、全然。ごめんなさい、くだらない話。どっちが有利ですかいや、試合本当、<laughs> うん、いや、でも。 実績で言ったら全然レーナ選手なんじゃないですかね。はい、ですすよよねねそうですよ、ね、でやっぱそういう場っていうのも普段のライジンとやっぱ違うし僕は全然レーナ選手が勝つと思います経験と、はい、まあ全体的な技術を考えると、はい、ケイトロータス選手勝ったらびっくりしますね。<ー>はい、まあケイトは4.1倍だからあそう考えてますね。 うん、あーでもそんぐらいになりですよね、僕もそんぐらいかなっていう感じですね。うんうんえー、次、ベアナックルボクシング、ドーソンと高木宗也うわーな、ベアナックルだもんな。でも、パンチは打てますよね、選手打てますよね。はい やっぱでも本当に打つ時の面とかがより大事になってくるっすもんね、うん、ベアナックルはですね下手に当てちゃうとああ結構でかいの振るイメージあるんでああ曽谷選手はああなるほど でかいの振るイメージあるんで、拳大丈夫大丈夫かなって思うんで、まあす,ね、すよね。はいドットソン硬そうっすもんね。頭あんすかはい。<laughs> あと経験もありますし、実際ベアナックのチャンピオンだすから、ね、はい、ドットソン。はい。あれ、どういうふうに練習してるんですかね距離感とかもまたちょっと違うん、ね、ちょっと近くなるんで、はい。その辺も、わぁ。 やっぱでもドットソン思いますよね。どっちか選ぼう選べっていったらドットソンになりますよね、はいはいはい。賭けとしてあったらドットソンに賭けちゃうかも。まあそんな感じだね。はい、ドットソン1.17そういや3.90。そうですね、まあまあまあそういうことですよ、ねはい、ただなんかできそうなやっぱ体の強さとパワーあるんで。ドットソンとベアナックルやるの怖くないですか。いやちょっと怖確かに怖いっすね <laughs> 今考え。だって。 ドッソン、まあ、MMA でもなんか怖いじゃないですか、瞬発的に。はい。あの出入りで。はい。あれが、生の拳が来る。うわ確かになぁ。嫌 <laughs> <い>だね。はい。嫌だなぁ。そうっすね。ドッ,トすねドッソンですね。ドッソンです僕も。そうです、ね。はい。これちょっと予想しづらいんですけれども、芦沢隆成 vs コージ。は,はい。ああ、これはもう本当予想できない。データがないと予想できないです、ね。ノーデータですけど。はい。 ただ、MMA の体型、やっぱ骨格で言ったら、やっぱ、テイクダウンっていうのが MMA になると絡んでくるんで、浩司、はい、選手の方が、あ<ー>す,ぐすぐにこうアジャストできそうな体型ではあるなっていう気はしますね。やっぱ、安田選手、足長いんで、はい、やっぱちょっと引っかかったりとか、転んだりしやすいのかなってちょっと思ってて。なるほどやっぱ平本選手もそうですけど ちょっとやっぱ足が短いぐらいの方が腫れるし、うんうん、背中の強さは多分コウ選手の方が、うん。あんのかなと思うんで。うん、そうですね。足澤選手もまあ、ストライキングはすごいうまいんですけど、はい、決して体が強いっていうような選手とは言えないん、そうですよね。まあ、転んだりすることも結構見受けられるし、ただ単に打撃の展開で、コウ選手はやっぱ、 僕の弟がずっとレスリングを教えてるっていうのもあって、はいはい。青木さんのチームっていうのもあるし、はい、グランドゲームも多分視野に入れてるんじゃないかって僕は思ってるんですよ。うん、うん。まあそうですね。若干芦澤選手より長く MMA やってるって、ね。そうですよね。あとは体型の利もあって、MMA でここはまあ仕留めないにしろ、はい。高木選手勝ちそうだな。タックル取って判定ですよね。判定か。 ワンチャンバックチョーク。バックチョーク <laughs> でも、一本があるとしたらバックチョークですよね。はい、このなんか、パスをうまいことしてマウント行って、ああ、下向いて、このこれは、ワンチャンあるかなっていう。確かに。はい、腕とかはないですか腕十字。難しいですかねどうですかねはい。マウントから。うん なんかでも抜けそうですね、芦田選手、で十字やっても、なんか抜けそうな気がします、なるほど、柔らかさと、なんかこい感とかみたいなんで、はい、なんかバックチョークかな、なるほどちょっとはい、はい、攻めの予想でバックチョーク、割と予想できないって言いながら、超具体的な予想、<laughs> <laughs> はい。はいはいはい <laughs> 面白いですね。でも、まあ、芦沢隆介、やっぱりアダーですね。2.15。ああ、おお。が1.55。うーん。でも、タックル取れなかったら、打撃だけになると芦沢超有利と、俺は思ってるんですよね。はい。あの、あれですか、距離。はい。まあ、キックで試合してるし、足沢選手結構普通に勝ったと俺は覚えてるんで。それありきで考えて、組際にこう、膝とか、 うん打ち込めたら、はいそうですね、ありそうですね、芦澤選手も。でも打撃で勝負しないといけないというところで、浩司選手は組みに行くかなって思ちなみに、こういう試合はどう見てるんですか、なんか、面白いとは思いますかまシンプルに、喧嘩として楽しもうかな。男の やっぱ、はい、結構お互いがこう負けられないシチュエーションに持ってくんで K−1 ファイターはみんなそういうことやるなって思うんですけどやっぱそこで見せる<ー>、うん、負けらんねえこいつにはみたいなこうストーリー立てるのがやっぱうまいなと思うんで。うーんはい 確かに k 1ファイターって言ってたらも平本も、はいはい、確かになん確かにそう言われると k 1ファイターばっかりですね久保選手もいるしねっ、はい、確かにそうですね確かにシンプルに喧嘩として楽しもうかなと思うですよね、はいはい、じゃあ次所秀4バ s サスヒこれはでも今あのやっぱ充実度とか若さスピードとかで言ったら 全然ヒロヤ選手じゃないですかでそこを所選手の、まあ、ボクシング技術とやっぱグラウンドのこのスクランブルでどう絡んでいくかみたいなところだと思うんですけど、はい、JTT は今コーチ陣がすすごい優秀ですもんねかそこであらゆる想定は多分できてると思うんで。 封じ,込んじゃんじゃないかなってはいなるほど思い思ますね所選手が勝つとしたらやっぱり下からの一本下から足換とか、うんはい、あとは意外と意外とっていうかボクシングめちゃくちゃうまいじゃないですかはい所選手、はい、あれでこうなんかスッって入ったね胸をついたワンツーみたいなのが、はい、とかうわっって思いっきり振ったフックとか。うんうん かかすすめるるような入り方とかすればあるそれきっかけになんかこう三角とか、はい、連鎖で、はい、経験生かしてっていうパターンは全然あるかなと思いますけど。 はい、ただね、広瀬選手、今、めっちゃ強くなってるような、うんはい、印象があるんで、ね、前線、ね、負けててから、アメリカ行って充実してそうだし、これから上がってく目をしてるなっていうのは、なんかあるんで、うん、ここは落とさないような気もするけど、はい、でも所選手、もう本当、動きの視点がないというか、どこなのっていうぐらい、僕は。 大学のレスリング部だったときに所選手が来てレスリングをやるっていうことあったんですけど、はい、テイクダウンは全然取れるんですけどその後のなんかこうもう本当に球体を触ってるか軟体動物触ってるかのような捉えどころない感じがすごい多分ストレスになりそうな試合に <laughs> あれ総合になったらは <laughs> <laughs> はい、はいあ<の> <laughs> 捉えられない感じが。はい、はい でそこで体力を失ったりとかするっていうパターンもありそうですね所選手がうこうぐるぐる上で動いてでろや選手がこう仕留めに行こうとして疲れちゃうみたいな僕が前線なんかちょっとそれに近い試合というかう相手が下から仕掛ける仕掛けるでなんか思いっきり振るけど捉えどころなくてストレス溜まってくるみたいな、うん、ああやって下からガンガン動いて動いてっていうことをやって なんかちょっと集中力切れそうな時に立てなとか、はい、パチッとか三角がなるほどはいだ、うん、としたらああチャンスはあるっていうチャンスはあると思いますねなるほどねいやこれも結構まあ広谷有利ですね結構傾いてて、はい、広や、はい、ところは、はい、あとやっぱ <coughs> 当日は多分所さん よりの空気になると思うんでああライゼンの会場ですかどうなんだろう広いーさに結構でも人気あるですね確かにえミクル選手も出てるから結構そっか JTT チームの応援がブワーってそう会場にあふれる強いっすねやっぱ JTT はそうですねはいチームとしてやっぱ強いなって思うんでうんはいそのチーム力で はい行くんじゃないかなと思いますね、うん、最終的には何割何割って聞くとど,どうですかそうですね今持ってる自力で言ったらやっぱ七三ぐらいあ結構そう、はい、なるほど、はい、でも三あれば全然ね繰り返りますからね,ね,ね MMA だからね、はい、何が起こるかわからないですはい将来戦の勝敗予測ウェイと中村リアの続きはぜひ概要欄からアクセスしてくださいよろしくお願いしますお願いします。